西ジャワ州、ガルット県の村のワルン19世紀植民地期のワルンのイメージワルンとは、インドネシアやマレーシアの一部で見られる、カジュアルな売店や質素な食堂、喫茶店といった、小規模な家族経営のビジネスの一形態である。ワルンは、インドネシアの日常生活にとって欠かすことのできない、重要な一部となっている。今日、ワルンという単語は、 特に外国人旅行者や居住者、あるいは外国の人々の間で特定の質素なインドネシアレストラン内しは日用品や食材を販売する場所を指す言葉に移り変わってきている。観光客に人気のバリ島のリゾート地などではその商売に インドネシア的な特徴があることを示すため、ワルンと名乗っている店舗が多数存在する。ワルンは確かに伝統的には家族経営で商売を営んでおり、家族の生員、とりわけ女性によって切り盛りされている。伝統的なワルンの建物は木、竹、ないしはかやぶきでできている。常設のワルンとなると、レンがコンクリート製となる。このようなファミリービジネスの一部は、 自分たちの家で行われる。より小さな移動式ワルンはブリキやアエンで作られている。さらに一部の近代式ワルンはファイバーグラスの異型を使用しているだろう。ワルンテンダは移動式テントのワルンで屋根がキャンバス、布あるいはプラスチックのシートで覆われている。ワルンというインドネシア語の言葉は小さな売店にせよ食堂にせよ単に小規模なビジネスのことであり。 幅広いカテゴリーを意味している。この単語は、ジャワ島をはじめインドネシアのほとんどで使われている。一方で、スマトラ島とマレー半島では代わりに、同義語の下位が用いられる。ジョグジャカルタ市、スマラン、スラカルタといったジャワ文化圏では、代わりにアンクリガンという単語がより一般的に使用されているのが見られる。他方で、トコという単語は、大規模な店舗に対して使われる。 電話の通話サービスを提供する店を指すワルテルやインターネットカフェを意味するワルネットなど様々なタイプの店を意味する単語が比較的自由に使われている。多様な種類のワルンが存在するがその一部は小さな売店の形式をしておりボトル入りの飲み物、飴、タバコ、スナック類、クルプック、その他の日用品を販売している。他方でより規模が大きくなると ワルンはちょっとした食堂となる。料理を提供する典型的なワルンは、バナナを揚げたものである、ピサンゴレンや揚げ物のフリッター、炒めご飯である、ナシゴレン、焼きそばである、ミーゴレンといった地元の料理を販売している。バリ島やロンボク島といったリゾート地においては、ワルンはローカル料理とともに、アジア料理や西洋料理を提供する。 観光客向けのカバナ式のカフェのことを指す場合もある。インドネシア料理だけではなく、スープ、ステーキ、揚げ物、サンドウィッチ、焼き魚などがメニューに並んでいるだろう。ワルンには以下のようなものがある。大抵の場合、ワルンは提供している料理にちなんだ名称が付けられている。例えば、ワルンブブルカちゃん以上ないしはワルンブルジョは緑豆を使用した。 インドネシア風前剤であるブブルカちゃん、ヒジャウワルンドキバカルはトーストをワルンプチュルレレは揚げた生酢にサンバルをつけた料理をそれぞれ提供している。またワルンインドミーは調理したインスタントラーメンを提供するがインスタントラーメンの種類は必ずしもインドネシアのローカルブランドであるインドミーだけというわけではない。ありがとうございます。